政府開発援助とは、発展途上国の経済発展や福祉の向上のために、先進工業国の政府及び、政府機関が発展途上国に対して行う援助や、出資のことである。世界恐慌によって進んだ、ブロック経済による長引く不況や、第二次世界大戦によって混乱した、世界経済の安定のため、1944年に、 ブレトンウッズ体制が確立した。そして、1945年12月、戦後の世界の復興と開発のため、国際通貨基金と国際復興開発銀行が設立される。1947年6月には、欧州復興計画の構想が発表される。アメリカの支援によって、ヨーロッパは目覚ましい復興を果たす。 フリバー・フランクスによって指摘された先進国と発展途上国の間にある大きな経済格差の問題を発端に途上国支援のために1960年に国際開発協会、1961年に開発援助委員会と立て続けに支援体制が整っていく。1961年、アメリカのケネディ大統領が国連総会演説で 先進国の国民所得の1%の移転と、途上国の年率5%の成長を目標とした、開発の10年を提唱する。2009年の各国 ODA、2009年の各国 ODADAC 諸国による ODA の実施状況を順学ベースで見ると、長らくアメリカが世界の1位であったが、冷戦の終結を背景に、1989年に、 日本がアメリカを追い抜き、その後も1990年を除き、2000年までの10年間、世界最大の援助国となった。しかし、2001年には再び、アメリカが、首位に立ち、2006年にはイギリスが、第2位となり、2007年には、ドイツが、第3位、フランスが第4位となり、日本は2009年まで、第5位の位置にある。この間、日本は、 ODA の予算を削減し続けたが、欧米諸国は、貧困が、テロの温床になっているとの認識に基づき、ODA の予算を増額させてきている。ただし、単純に、ODA の純額だけをもって、国際社会への貢献が評価されるわけではない。世界開発センターのコミットメント指数では、ODA の対 GNI 比率に力点が置かれている。 この対 GNI 比率で見ると2009年の第1位はスウェーデンで1.12%日本は0.18%で第21位である日本は純額ベースで世界第1位であった頃も対 GNI 比では DAC 諸国の平均値を下回っていた OECD による国際目標では各国とも GNI 比で0.7%の数値が 掲げられている。2019年4月10日に経済協力開発機構が OECD 開発援助委員会に入っている29カ国の暫定値として公表したところによれば、日本の途上国援助の2018年実績は141億6707万ドルで世界第4位。 国民総所得に占める ODA の割合は0.28%で29カ国中、第16位であった。先進国側が直接、発展途上国に優勝、もしくは、無償の資金などを援助する。日本は、国際連合世界食料計画、国際連合開発計画、国際連合児童基金、世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関に資金を、 拠出してて多国間援助を行っている特にアジア開発銀行に対する日本の出資比率は15.7%で、米国と並んで主位であり、歴代総裁は日本の財務官僚が就任している。このうち日本は1986年から2007年度までの間に2兆3000億円のアジア開発銀行経由の対中資金援助を行っており、 対中円借款が終了した2008年以降は、それを埋め合わせるように、対中資金援助が増額している。2008年から2011年までの間に5000億円のアジア開発銀行経由の対中資金援助が決定している。ODA 大綱は、政府開発援助に関する基本理念や、重点事項などに関する政府の指針である。1992年に、 宮沢貴一内閣が閣議決定し、第1次、小泉純一郎内閣が2003年8月に改定し、さらに第3次、安倍内閣が2015年2月に改定して、現在の対抗となった。最終版では、ODA と OF、Other Official Flows、ODA 以外の公的資金との連携に関する事項が追記された。ただし、 OOF も公的資金に基づく支援であることには変わりないとみられる。なお、軍事装備に関する支援は長年にわたって DAC 国による ODA 支援の対象外とされており、OECD は ODA 受け取り国に対して次のことを伝えている。ミリタリーエイド、ノーミリタリーエクイップメントはサービスあれレポータブル、アズオ DA、アンチ。 テロリズムアクティビティーズあレオルソーエクスクルーデッド。ハウエバー、ザコストオブユージングドナーズアームドフォーセスツーデリバー、フマニタリアにエイドイズエリジブル、軍事援助、いかなる軍事装備、軍事サービスも ODA として報告することはできない。反テロ活動も除外される。ただし、人道援助の総達のために支援協力国の軍隊を使用する費用は認められる。 こうした規定があるものの、2016年には日本から、ベニグの秋の三世政権下のフィリピンに対し、自衛隊機が優勝で対応された。ODA が貧困な発展途上国であれば、どの国にでも援助できるかといえば、そうではない。援助の選定となる基準と呼ぶべき4原則がある、国際連合憲章の諸原則及び、以下の書店を踏まえ、開発途上国の援助需要、 経済社会状況、二国間関係などを総合的に判断の上、ODA を実施するものとする。環境と開発を両立させる。軍事適用と及び国際紛争助長への使用を回避する。テロや大量破壊兵器の拡散を防止するなど、国際平和と安定を維持、強化するとともに。 開発途上国はその国内資源を自国の経済社会開発のために適正かつ優先的に配分すべきであるとの観点から開発途上国の軍事支出、大量破壊兵器、ミサイルの開発、製造、武器の輸出入などの動向に十分注意を払う。開発途上国における民主化の促進、 市場経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払う。日本は敗戦後の1946年から1951年の間にアメリカの占領地域救済政府資金と占領地域経済復興資金から約50億ドルの ODA を受けた。カナダ、メキシコ、チリ、ブラジル、アルゼンチン、ペルーなどからも 生活物資や食料などが援助された。1953年には、世界銀行から多国間援助である優勝資金を使用し、東海道新幹線、東名高速道路、黒部川第4発電所などを建設。こういった経験から、現在の日本の政策がダム建設などのインフラ整備に重点を置いているとも言われる。 最近の ODA 実績の推移に関しては参照。日本の ODA の特徴としては、以下の点が挙げられる。日本の ODA は、贈与ではなく、非支援国が返済を要する円借款の比率が高い。これは、日本が、ODA の非支援国から支援国へと移行していくに、際し贈与を行うだけの財源がなかったことに加え、ハードインフラの整備へ向けた。 定理融資によって日本の輸出市場を拡大していくという政策目的も背景にあったとされる。また、優勝の円借款協力は借りたものは必ず返すという意味で日本の援助哲学でもある自助努力を促すことになり、途上国の自立の精神を寛容するという一面を持っている。 欧米の原則無償の援助は人道を全面に出しているものの往々にして依存心を生んで自立の精神を阻んでいるとも指摘されている。日本の ODA は道路、橋、鉄道、発電所のインフラストラクチャー整備の占める割合が大きい。多くの日本人が ODA と聞いて連想するのもこういった支援形態である。このようなハードインフラ整備をめぐっては 多額の受注費をめぐって政治家と日系企業が癒着し仲介業者が不当に多額の報酬を取得しているとの指摘がある。ただ2000年代以降は受け負い企業を日本企業に限定する態度案件の割合は大幅に低下し2001年時点で20%を下回っている上日系企業の受注率も低下している。またハードインフラの整備自体は 非援助国の経済発展とそれに伴う貧困、削減のために重要とされ、世界銀行や開発援助委員会も、こういった、ハードインフラ整備支援という手法を評価している。一方、人材育成や法律、制度構築や教育を中心に、ソフト面での支援に力を注いでいく考え方が、強まっている。これは、 ハードインフラに変更しているとの批判を交わすという側面もあるものの日本国政府レベルではなく各個人レベルに確実に援助を届けようという人間の安全保障や非援助国に民主主義、法の支配、政府の透明性や公務員の汚職を撲滅しなければ経済成長、貧困削減も十分に達成されないという良い統治といった 国際的な援助理念の登場も背景にある。ソフトインフラ整備支援の代表例としては、経済発展や民主主義の基盤となる、基本法や経済法の基礎支援、裁判所などで、法令の運用、執行に関する支援を行う、法整備支援が挙げられる。近年日本に限らず、世界各国が、法整備支援に力を注いでいる。日本の ODA は、 アジアに対するものが大きい。日本に限らず、どの援助国も、歴史的、地理的、経済的な理由で、援助対象国の地域的な偏りが見られ、日本の場合は、アジアがそれに該当する。また、日本の o d a が、アジアに対する第二次世界大戦の戦後賠償に、橋を発している、という特殊要因も挙げられる。昨今のアジアは、 世界経済の権威役と言われるほどに経済発展を遂げつつあるが、その要因としては、アジア各国の勤労意欲、文化などに加え、日本の ODA による経済インフラ整備も挙げられる。また、未だ貧困率の高いアフリカに対し、日本のアジアでの援助経験を活用していこうという考え方も強まっている。日本の ODA の問題点として、以下の点が、 しばしば指摘される。態度援助とは、援助国がインフラ整備などの開発プロジェクトなどの o d a 事業に関して資材の調達先や含むなどの工事事業を日本企業に限定することである。紐付き援助とも言う、事業を請け負う企業と政治家の癒着が問題視されてきた。 1970年代頃援助をされる国にはインフラなどが整備されるだけで、援助国の一方的な利益追求によって事業が推進される恐れがあると懸念されていた。いずれも正常なコスト意識がないので、取引そのものが非常に利益率が高く設定され、仲介する個人、業者がいくらでもコミッションを取れる構造で、清少、黒幕と呼ばれる人物や、 政治家が私服を肥やしてきており、それを税金で大番振る舞いしているとの見方もあった。こういった批判を受け、1980年代以降、資材の調達先や工事事業の受注先などを特定しない安泰度援助が増加していった。現在では90%後半が安泰度援助である。日本企業の受注率も、 1993年には29%と減少を続けている。拠出金を日本企業にばかり受注させたりと、いわば反日的な意見もあるが、変わって中間企業が受注したり、あるいは東南アジア各地などでは、日本製のインフラや商品が他国より圧倒的に評価が高く、それらの批判には正当性がないとの意見もある。COP などで、 利権をあさる環境マフィアが主張する意見には、例えば日本の高性能な石炭火力発電所の輸出をしようとしても、安泰度援助の原則を盾に、環境省主導で阻害していることに対する批判がある。ODA の委託費をめぐる不正流用問題も発覚している。大阪市立環境科学研究所において、ODA による 開発途上国からの技術研修院受入れ事業をめぐり2000から2003年の間に委託費274万円を不正流用していたことが判明している。また、同研究所が不正流用に関わった職員に対して厳重注意処分に止め流用分の返還請求も行っていないことが問題を大きくしている。2007年9月26日 ベトナム南部のビンロン省で日本の政府開発援助約248億円をかけて建設中の関東橋が崩落し、作業員など少なくとも52人が死亡、100人以上が負傷する事故があったが、日本国内ではほとんど報道されなかった。これに対して、木村外務副大臣が現地を視察、被害者に弔意を表すともに遺憾の意を示している。 ベトナム事故調査国会委員会は、仮設支柱基礎の不当沈下が、事故原因と結論付け、安全対策改善点等について、日本政府主催で重ねて検討した後に工事を、再開、2010年4月に完成している。東日本大震災において、日本は、先進国のみならず、開発途上国も含めた、世界各国から、多大な支援を受けた。このことは、 これまでの日本の ODA の成果として受け止められ、今まで否定的に見られていた日本の ODA に対して肯定的な見直し、評価へとつながり、2011年10月28日に発足した国家戦略会議でも閣僚及び民間議員の双方から ODA の重要性が指摘された。同会議を踏まえて2011年12月24日に 閣議決定された日本再生の基本戦略は当面重点的に取り組む施策として ODA の戦略的、効果的な活用を掲げ具体的にも強靭なインフラの整備、途上国等の経済を支える人材の育成基礎教育支援を通じた人材基盤の拡大保健、医療、衛生の改善我が国の技術を活かした途上国の災害対策支援、農業 食料分野での支援とインクルーシブな成長の基礎となる法制度整備支援の推進を明示した。ただ、日本再生の基本戦略は成長一しいアジアの活力取り込みという観点からアジアを中心とした海外展開を想定しているが国家戦略会議の議員でもある小形貞子ジャイカリ次長は日本の ODAO アジアからアフリカに転換していく方針を、同会議内で説明しており、日本再生の基本戦略の方針と一致していない。ありがとうございます。